えーっと <laughs>、この動画ではと僕がリクシルグループっていうグループの株を買っている理由を言ってみたいと思います。僕がリクシルグループの株を買っている理由っていうのは去年の夏頃に瀬戸金谷さんという人がとリクシルグループの社長に新しくあの 前の社長と交代で社長をされることになったんですがこの瀬戸金谷さんという方がえー、っと過去に、まあ、親会社のもとでなんですけど11社の会社の立ち上げに成功された方でその成功された会社の中に、えー、っとだいぶ大きな会社になった「物太郎という会社なども含まれるのです。 ですえー、その方が就任されてからそのリクシルグループの株価っていうのもほぼ右肩上がりで、えーっとほえー、今まで,で、えー、半年以上8ヶ月9ヶ月ぐらい右肩上がりを続けております。えー、っとそれが僕がリクシルグループの株を買っている理由です。